客車の寝台設備、カレドニアンスリーパーは、イギリスの首都ロンドンとエディンバラ、グラスゴー、インバネスなどのスコットランドの都市との間を走る寝台列車である。また、グレートウェスタンレールウェイのナイトリビエラと並び、イギリス国内に現存する2つの寝台列車のうちの1つでもある。2019年の春に、ダブルベッドルームや Wi-Fi などが用意された新型車両に入れ替わる予定である。 カレドニアンスリーパー運行路線図カレドニアンスリーパーには以下の2系統があり、それぞれ土曜日発を除く週6日、1日1往復ずつ運転されている。イギリス国内を運行する列車の中では最も維持、編成の列車長が長い。スタンダードクラス室内ラウンジ間以下の3種類が用意されている。この他、 寝台車の乗客向けにラウンジカーが用意されていて、ソファー等でくつろぐことができる。また、軽食、飲み物等も購入できる。座席車の乗客は、軽食、飲み物の購入のみ可能であり、それ以外のラウンジ設備を利用することはできない。シャワー設備はないが、それぞれの始発、終着駅にシャワー設備がある。ファーストクラスの乗客は、アバディーン駅、ホート、 ウィリアム駅、ロンドンユーストーン駅のシャワー設備を無料で使用できる。一方、エディンバラウェーバリー駅とクラス号セントラル駅のシャワー設備に対しては、ファーストクラスの乗客でも使用料金が必要である。また、ラウンジカーも含め、全車禁煙。自転車の積載も可能。車両については、寝台車は、マーク三脚車、座席車とラウンジカーは、 マークに客車がそれぞれ使用されている。カレドニアンスリーパーの信頼者を利用する場合、運賃及び信頼料金がセットになった包括タイプの切符を購入するか、もしくは通常の切符に信頼券を追加購入して利用するかの二通りがある。なお、包括タイプの切符は片道券のみの発売であり、往復利用する場合は単純に片道券を往復分購入する。 レールカード所持者は、包括タイプの切符に対して10%の割引を受けられる。通常の切符に信頼券を買い足して利用する場合、信頼券部分に対する割引はないが、運賃部分に対して34%引きが適用される。以下に、信頼券のみの料金を示す。カレドニアンスリーパータイムテーブル、ハット ABC ファーストスカートレイルカレドニアン。 スリーパータイムテーブルズチケットフェアスチケットファーストスコットレール2012年6月22日閲覧ありがとうございます